今からアザラシウォッチングがスタートします。ヘリコプターに乗る前にいくつか注意事項があります。行程は往復のヘリコプターを含めて3時間です。見渡す限り流氷とタテゴトアザラシの赤ちゃんの世界が広がっています。写真愛好家にとってはまたとない素晴らしい場所です。氷の上では専門ガイドがタテゴトアザラシや自然環境について説明をします。赤ちゃんとお母さんの絆は皆さんの心を引きつけてやまないことでしょう。流氷からの帰り道では素晴らしいマドレーヌ島の景色を空から見ることができます。タテゴトアザラシの赤ちゃんウォッチングができるのは世界でこのマドレーヌ島だけです。皆様もアザラシウォッチングを思い出の1ページにいかがでしょう。